リボルノはイタリア共和国トスカーナ州にある都市であり、その周辺地域を含む人口約15万8000人の基礎自治体。リボルノ県の県都である、リグリア海に面する港町である。特産の鶏の品種レングホンは、この町の英語名、レグホーンをローマ字読みしたことから来た。イタリア国内では政治的にサハシジの都市とされ、 1921年1月21日にリボルノでイタリア共産党が結成されている。リボルノはイタリアルネサンスの間理想都市と定義づけられていた。今日、ベネツィアの一地区を誇張したような運河が交差し、要塞化した紙壁に囲まれ、通りがもつれる近隣住区の構造を通してその歴史が明らかになっている。メディチ家の港は独特の塔と 市中心部へ向かう要塞から見下ろせるのである。建築家、ベルナルド・ブオンタレンティ、ベルナルド・ブオンテレンティによって16世紀終わりに設計され、リボルノは17世紀終わりには広範囲にわたる都市計画の時代を耐え抜いた。古い要塞の防御剤近くに、死壁と加工状態の運河システムが共に立っている。1580年代後半。 トスカーナ大公フェルディナンド一世でメディチがリボルノをフランコ公とし、ここを免税特区にして貿易を行った。レッチリボルニーネは1590年から1603年まで有効であった法律である。これらの法律は商人の貿易活動、信仰の自由、残悔のための恩赦を助けた。この法律があったためにリボルノは多国籍都市となり、 地中海全体でも重要港となった。多くの外国人、ユダヤ人、アルメニア人、ギリシャ人、オランダ人、イギリス人らが移住し、彼らは貿易を営んだ。一部のモリスコが18世紀の間にスペインから移住してきた。ナポレオン戦争の間、リボルノは対イギリス貿易を禁止され、経済がひどく落ち込んだ。1868年、リボルノが イタリア王国に併合された後、伝統あるフランコ島の地位は失われ、都市の重要性は衰えた。ありがとうございます。